とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も地球防衛軍をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。今日はね、巨大生物に対して一番効くんじゃないかっていう武器入手しました。これ特殊レベル4のバルカン砲プラン、このなんとかプランっていうやつ初めて使ったけども、むちゃくちゃ強い。まあダメージとしては低いよ、1161なんだけども、6秒間のうちに100発撃ち込む。で、ほぼね、撃ち漏らしがないんで、めちゃくちゃ強い。まあ、リロードが12秒なので、何人か、まあ、2、3人に装備してると、うまいこと回ると思います。まあ、お見せしましょう。いきます。じゃあ行きましょう。本当はね、これね、高機動のやつを4人入れていった方がね、いいんだろうけど、俺ちょっと高機動のやつがね、3体しかいないのよね。うん、まあ、レベルを上げればいいんだけどね。まあ、とにかく、もう、これだけでいいっていう、超お手軽な装備だよ、これ。おお。ただただ撃ちまくってくれるから楽だし、ほんとバカみたいな強さ。なんで俺早めにこれ使わなかった。いや、これレベル4だから強いのか。ああ、ちょっと待って待って、やっぱり視点が変わるとダメだって。ほんとに視点が急に変わるとさ、そりゃ死にますわ。ああ、オッケー、ちょっと生き返らせます。あ、っていうかもう1体倒してる。もう1体倒してた。すっげえでしょ。もう倒してたのよ、1体。で、多分もう倒し終わる。もうちょいか？打ち漏らしがないからね。すごいよ。あ、終わったかな、これ。地雷が当たりそう。あ、地雷はギリ当たってねえや。でももう終わった。めちゃくちゃ速くない？これ俺ね、4人初めて装備していって倒した時感動したもん。速すぎるって本当。でも多分これはね、でかいやつに対しての特攻装備なんだろうなと思うんだよね。ちっちゃいやつには、うん、ちっちゃいやつ、アリとかがもうわらわら出てくるようなところには、ちょっと向いてないんじゃないかな。うん、そういうところにはもうちょっと範囲が広いやつがいいと思うんで、まあ、とにかくでかいやつには、すっごい効果があります。めちゃくちゃ強い。はい、ではね、今日は特殊レベル4武器、バルカン砲プラン使ってみましたけども、これは本当に強い。ラスボスにもね、効果は抜群だと思うよ。もうとにかくでかいやつには効果がすごいので、一度使ってみてください。超おすすめの武器です。ではね、また動画出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。